今日午後、大野城市の南福岡自動車学校で開かれた講習会には、65歳以上のドライバー14人が参加しました。参加者はまずタブレットを使って動体視力を確認するテストを行った後、警察官が見守る中、教習所内のコースを走りました。参加者は隣の車線に車が停止している状態で、右側から来る車に気をつけながら左折。さらに信号機のない横断歩道を渡る人に注意を払うなど、事故が起きやすい状況を想定した講習が行われました。年配の方の事故って多いじゃないですか。そういう意味ではこういうことがね、もっといろんな地域でこうやられたらね、少しは事故が減るかなと思うけどね。今年福岡県内で起きた65歳以上の高齢ドライバーによる事故は、先月末時点で2187件に上っていて、12人が亡くなっています。